はいどうも、一夜です。今日はですね、また、市川さんがですね、指ろくろで作られました、この豆鉢、指ろくろ鉢ですね、を使って、いろんなものをね、入れていきたいと思います。で、僕はですね、メインの大きさは実はこの大きさじゃないので、管理面とかね、いろんな問題で、これに入れるですね、木を全然持ってないんですけど、そういうわけでですね、ちょっと管理しやすい草物にこう寄っちゃうんですよね、この大きさだと。ですけど、いろいろね、入れていこうと思いますので、で、一応木の方もですね、入れていく予定があるので、そちらの方の動画もね、楽しみにしていただければということなんですけど、今回入れるのはですね、こちらのヒメトクサと、あとこれがね、クッションモス。クッションモス可愛くないですか？このふさふさの感じ。かっこいいっすよね。この2つを入れていこうと思うんですけど、こちらですね、2つとも先日僕がいつもお世話になってる和泉さんでですね、行われました三夜草屋さん、三夜草屋っていう名前なんですけど、お店の名前が三夜草屋さんの出張販売のイベントでちょっと買ってきましたんで、今日はですね、この2つ株分けして、先ほどの豆鉢何個か小さいのあるので、そこにですね、株分けして入れていきたいと思います。じゃあいくつかね、鉢あるんですけど、その中からですね、今日は、どうするんだったっけかな。ヒメトクサ用に、これと、これかな。で、あと何個かいけそうな分、この株分けして間に合う分だけ使って、これこっちで、で、クッションモス用ですね。こっち用に、ここら辺ともう一個何かこの辺やっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、ヒメトクサからいきましょうか。はい、じゃあ株分けやってきます。もうね、ヒメトクサはね、僕も持ってるのでね、扱いは結構慣れてますんで、ここは気楽にやってきます。よいしょと。で、ヒメトクサの方ですね、よいしょと。こちらはね、結構管理が簡単かなと僕は思ってて、もちろん草物なので、日の当たるところにですね、置いといてガンガン日当てちゃうのはちょっとどうかと思うんですけど、水に関しては結構こう多めで大丈夫なので、こうじゃんじゃん上げてもらって、腰水しても大丈夫なぐらいですね、本当にそれぐらいで平気なので、どんどん水あげてもらって。で、仮にですね、水切れちゃって、ちょっと弱らしても、こう、ヘタっとなるんですけどね、ヘタっと。なるけど、全部枯れるってとこまでいかないので、ある意味楽な感じかなと。他のものに比べれば、あんまり気ぃつかなくて育てられるような、丈夫なので、安心してやれるかなっていう感じの草なのかな？草ですね。じゃあちょっとね、砂というか、粒でかいので、結構落としてですね、小さい鉢に合うようにやっていこうかなと思います。いやー、思った以上に崩すの大変でしたね。なんとかここまで来ました。あー、大変だった。よし。じゃあ、このままね、植え込んでいこうと思います。まずはね、ちょっと大きいやつからいきましょうか。どっち行こうかな。よいしょ。もうちょっと入る方がいいかな。こっち行こうかな。これでいけそうだな。じゃあちょっとこれで行ってみようと思います。少々お待ちください。よいしょ。ちょっとね、ほんと小さいのでかなりぎゅうぎゅう押し込む格好になると思うんですけど。よいしょ。いけるかな？今更ですけどね。本当にこの大きさメインでやってないので、自分でも毎回ね、撮りながらドキドキなんですね。あー、難しい。
本当に難しい難しい。よし、いいか。よし、じゃあまず一つ、まず一つ、よし、はい、次いきます。次はこっちかな。よし、ちょっとでかいな。ね、切るか。結構無理やりですね、本当に無理やり。こうひねりながら入れていかないと入らない。そうそう、土がね、僕ちょっとその商品用の土の大きさなので、本当はね、多分豆の大きさをやるときはもう一段小さいあの土の粒を使った方がいいと思うんですけど、まあ、あの本当メインじゃないので、大きさ的にそっちの土は全く用意してないんで、今無理やり入れてます。いやー、大変だこれ。あの前回サボテンとかやってましたけど、あれはまだ全然楽でしたね。サボテンはもう基本的になんかこう上にちょっこり乗せるだけでいいようなレベルなので、草物になるとちゃんと植え込んであげないといけないので大変ですねこれね。まあちょっと後でいろいろね整えるとして、とりあえず2つ目、うん。で最後3つ目、よし、3つ目、よし、3つ目、とりあえず姫特草はここで OK かな。これとこれとこれとこの3つができました。よし、じゃあこっから頑張って今度はこっちのねクッションモスを株分けしていこうと思います。こっちは乾いてるから簡単だといいな。今ので結構体力使ったな。あ、これ簡単そうだ。よかった。これは簡単そうだ。よいしょ。クッションモスはですね、なんか半日陰でですね、しかも乾燥気味がいいっていう、よいしょ、ものらしいので、ちょっと通常ね、あのベランダとかその外のお庭とかに置いとくと管理大変だと思うんですけど、どうなのかな。まあうちの場合はもう完全に、よいしょ、これでいいか。よいしょ、あの室内の LED を使って育てようかなと思ってますんで。でこれをね、まあ株分けしてもいけるらしいですけど、この葉ですね、葉の部分をちょっとちぎってその植えるだけでもいけるらしいので、増やすのは結構簡単なのかなと思いますね。よいしょ、こうかな。よいしょ、だいたい3つに分けて、じゃあ入れ込んでいきましょうか。さすがにこんだけ小さければね、どうやったって乾燥すると思うんで、まあ育て方の方は大丈夫だと思うんですけど、入るかなこれ。そもそもうまく入るのかこれ。え、いけるかな。ちょっとあまりに軽いんで心配になってきた。うわ、これはこれで大変だ。昨日も結構大変でしたけど、これも大変だな。画面上かなり小さくて見づらいと思うんですけど、すいません。寄れないっす。うわー、超大変これ。どうしようかな。これちょっとあの湿らしながらやろうと思います。水の用意します。なんかこういうやり方を水決めって言ったかな。なんかこう土乾いてるとふわふわ浮いちゃって難しいので、ちょっと湿らせて
その中でこう固めていくっていうようなやり方がありまして、よいしょ、これならいけるな。いや、これはかなり大変だ。これぶっつけ本番でやるもんじゃないですね。ちょっと一回鳴らしてからやった方がいいですね、こういうのはね。よし、まあいいかな。とりあえず一つ一つ。おー、かわいいなこれ。やっぱいいな、このビビッドな感じ。よし、じゃあ頑張って二つ目。二つ目、どうしようかな。楽そうな方行こうかな。よいしょ。うわー、神経使う。オッケー、じゃあ二つ目できました。あー、これも可愛いな。じゃあ三つ目、黄色いやつをね、今度行こうと思います。根っこしまい込むのがまた超大変です、これ。こんなことやっときながら人におすすめできないっていう最悪なこう展開ですけど。よしよし、できました、黄色いの。オッケー、じゃあちょっと片付けてゆっくりお見せします。あ、完成しましたね。じゃあちょっとお見せします。はい、まずはクッションモスですね。こんな感じになりました。いいですね。ちょっとね、いろいろ僕のテクニック不足で荒いんですけど、まあやっぱ合いますね。この持ってお店もできない感じがすごいな、これ。こういう感じね、こういう感じとか、あ、こういう感じとか、ちょっとごめんなさい、右手で持ちますね。こういう感じとかね。うん、いいですね、これいいですね。あとやっぱオレンジもね、ご本人はちょっと心配されてましたけど、やっぱ綺麗ですよね、こうやって乗せるとね。で、黄色こんな感じです。いろいろあらがあってごめんなさい。すいません、本当に編集して今ちゃんと動画が出来上がってるかどうかが心配なほどの状態なんですけど。で、姫トクサはね、こんな感じになりました。もうこっちはね、思った通りの感じなので、うん、いいかな。ちょっと後でいろいろ綺麗にして写真撮ろうかな。うん、崩して入れるだけで結構大変だったので余裕が全然なかったんですけど、後で綺麗にしようかな。こんな感じですね。よいしょ。というわけでね、まあ今日は指色クロバチを使って、草物のね、植え込みやってみました。この辺のやつはですね、ちょっと家で管理してですね、うまくいったらまた和泉さんの方にもうこのサンプルとして植え込みこんな感じですよっていう風にしようかなと思ってますので、まあうまく見れることをお祈りしててください。はい、では今日もね、最後まで動画ご覧いただきありがとうございました。ね、僕はまあだいたい週2日ぐらい、2日じゃないや、週2ぐらいですね、動画をアップしようと思ってますけども、まあ不定期なことが多いので、ぜひですね、チャンネル登録していただいて、で、その通知が来るようにしていただけるとね、僕も嬉しいです。で、それを見て、動画の方ね、見ていただければと思いますので、また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。